はい、えー、時刻は11時まもなく2分になろうかというところでございます。今夜は、こちらの企画をお送りいたします。ライムスターたまるのシネマランキング2013、今夜決定、ベスト 10& ワースト1大発表 いつものこの時間は J-POPDJ ミックスコーナーディスコ954をお送りしておりますが本日はシネマランキング2013のためお休みとさせていただきます、えー、ちなみに今夜申し訳ファイナルツアースペシャル、えー、大会マイニットで開催しておりますが、えー、私もこの後駆けつけてライムスターとしても出演いたしますし DJ もやりますが、えー、まだチケット買ってないという方は当日券若干出すそうなのでもうないないないって言われてましたけど若干出すそうなので、えー、ぜひ足を運んでみてください、えー、さあということでつい先ほど評論したかぐや姫の物語を含めて今年この番組で扱った全49本の映画の中から私 ますまたベスト10とは別に私が独自に考えた部門別のベストをゴールデンタマネミー賞として発表、えー、加えてこちらも毎年恒例年間200本を劇場で見る男こと放送作家の高橋洋次さんにも後ほど登場していただき今年の年間ベスト10を伺っていきます、えー、本題に行く前にちょっと、えー、お礼をちょっと申し上げたいリスナーの方がいらっしゃいます、えー、シネマ柱昨年ね、えー、やった時からに、えー、引き続きまして、えー、ムービーボッチメンの工場を ポスターー風に、えー、書き起こしてくれたラジオネーム福さんさも非常にあの見事な筆の文字でね、えー、書き上げていただきましたムービーウォッチメンバージョンもいただきました、福面さんさ本当ありがとうございますそしてですね、えー、ランキングボード用に、まあ、こう今ホワイトボードのところにこうランキングをつけるようなプレートが貼ってあるんですけど、えー、広報作品、えー、49本分のプレートこれものすごい綺麗なあれなんですけど、えー、作っていただいたラジオネームコメカメさん。 もうな、どんだけ手間かけてくれてんの本当に。お二人とも本当にありがとうございます。はい。えー、おかげでものすごいテンションで、えー、私もね、発表することができそうでございます。さあ、言うか、やるのか。ね、えー、今本当に今 CM の真っ最中もですね、えー、ダ,ダをこねておりました。えー、しかし発表するしかないでしょう。えー、まずは最初、私、歌丸の、第10位から、第4位まで、第4位まで、 <laughs> <laughs> 発表いたしましょう、あの言いきまょうライムスタ,ルタバルーたまるの島ランキング2013、まずは第10位、<laughs> パシフィック・リーム <laughs> 第9位、<laughs> 始まりの道、<laughs> 第8位。 アフターショーク <laughs> 第7位、<laughs> クロニクルそして第6位、<laughs> 横道猿之助第5位、<laughs> ライフ・オブ・パイ、<laughs> 虎と漂流した227位、<laughs> そして。 第4位はそして父になるみんなあのー、ランキングっていうのはねあくまで遊びの企画だからね <laughs> っていうことですよねいやーちょっとこれね えー、悩みに悩み向いて今年とにかくそのベスト10しか選べないっていうのがあってね、まあ、私がね、その形式にしようって言ったんですけど、あのー、やっぱり49本ってね、言ってますけど、あのー、例年の順位に比べるとですね、要はあのちょっとね、あのー、ムビーオチもアタリア家業を、いつまでもその、アタリア家業を中心にやってる時代じゃねえだろっていうんで、あの、若干こう、今年はやっぱいい目の作品が多いじゃないですか。えー、でその結果やっぱりですね、いわゆるそのベスト10級っていうね、 言葉ありますよね。そのベスト10に実際入んなくてもベスト10級だと。で、ベスト10級の作品がやっぱりすごいいっぱいあってですね。特に、えー、どうしても漏れちゃった5作品。要するにこれが辞典の部分なんですけど、これ辞典、ちょっと聞いてください。辞典純、純、不動で、えー、今挙げた10本とは別に辞典として、順不動ですよ。例えば、ジャンゴ、繋がれざるもの。これね、これね、これね、これ,、ね、これもうほんとね、ギリンまで、 ジャンゴが10位で、えー、パシフィック・リムが9位でみたいな感じだったのに、えー、と始まりの道と入れ替えてで始まりの道とパシフィック・リムを入れ替えてみたいなこれなんでこうなのかはちょっと私の論理はあるんですがジャンゴはなんで外れてもらったかというとあのタランティーノは友達いっぱいいるじゃんお前らみんな友達じゃんタランティーノはでもあのはなんか原恵一君はっていうか始まりの道君はあの俺がクラスで見た時はあんまり友達いなかったんだ だから、始まりの道くんをやっぱり、ちょっとおい、お前、こっち来いよ、ちょお前って、なんかちょっとそういう感じで、ちょっと始まりの道くんはすごくいいやつだから、すごくあの優秀な人だから、スポット当てたいなっていうのがあって、ジャンゴは、うん、あとタランティーノは、もう俺の中ではもう常にもう1位ですから、タ <laughs> ランティーノはもう全然、もう常にベストですから、もう、それはもう、言わずもんがあるじゃないですか、<laughs> そん<の>なもんう <laughs> で、あと、自転シリーズ、辞典 5, 5個上げさせて、5個。 もう一個は、えーね、今、ジャンゴでしょ、もう一個、やっぱ風立ちぬですね、風立ちぬは、ベスト10はもう最初は絶対に入れるつもりだったんですけど、あのー、これはですね、もう、ああそうですね、うん、これ、うん。 うん、なんで風シルがここかは皆さんちょっと押して知るべしっていう感じだと思ってください。あの、ダメだ、あの、すごく好きな映画です,あのですし、あの、今年風太汁見れて本当に良かったなという年でもありますしてね、風シル入れつもりでしたし。あと皆さんこの作品あんまりあの投票とかではねあの、覚えてらっしゃらない方もあの少なかったのかなわかんない今。今年の最初の方にあった作品ですけど、えー、アイアムールっていうね、ミハエルハメケのアイアムール。あの、ハメケ作品はやっぱ好き嫌い分かれますし、僕もあの全部が全部好きっていうわけでもないんですけど、 アイアンムールはまあ、特にあの傾向としてはあれなんですよね。あのシネマハスラーなりウォッチメンで、あの要するに1週間付き合うと、これ本当僕の感覚では付き合うなんですよ。1週間付き合うとやっぱり余計に好きになるっていうことがあって、羽生作品の中でも一番好きなのはあのセブンスコンチネントって,いううってやつなんですけど1作目のあのー、それ急にですねアイアンムールは結構ね好きだなでアイアンムールもやっぱりベスト10級例えば。 映画のね、出来とかね、その、映画の立派さっていうことで言うならね、あなたはいいですかアフターショックよりアミガムールがしたってことはありえないですよ、そんなことは。そんなことは私も思ってないけど、アイアムール入れられなかったなとかですね。えー、あと、エンド・オブ・ウォッチです。 デビッド・エアー監督、エンド・ウォッチ。これはやっぱりあの、いわゆる制服警官ものの本当に大傑作、えー、だと思いますし、本当にあの、歴史に残るっていう言い方は別にしたっていいぐらいの大傑作だと思うから、別にベスト10本当に入れたかったな気持ちとしては。えー、なんですが、これエンド・ウォッチを一応、辞典側に入れたのはですね、やっぱり、いわゆるその、ファウンド・フッテージものでもいいですし、その POV ものでもいいですけど、主観映像ものでもいいですけど、そういう、あの、手法ですね。つまりその、クローバー・フィールドみたいな、そういう手法で作られたシリーズの中で、 やっぱクロニクルの使い方がちょっと頭一個抜けてるなという,ふうに思ったわけです。まあ、エンドウォッチも素晴らしいんですけど臨場感以外の使い方があるんだっていうのがクロニクルでそのクロニクルの発見でクロニクルを入れた分あのどいてもらおうとしたらあのごめん、エンドウちょっと、エンドウ、エンドちょっとごめん、エンドは、エンドごめん、悪い悪い俺、エンドウはすげえ、本当すごい好きだけどごめん、ちょっとあのク,ロクロちゃんが、クロちゃんちょっと、今年はクロちゃんかなと思うんでそんな感じです、エンドウォッチでも本当に素晴らしいゲスだと思います。点、えー、も,もう一個 これもどうしても捨てがたい「プレイスビヨンド・ザ・パインズ」<ー>宿命ですね。えっ、ー、とブルーバレンタインに比べてねちょっと評価があんまり高いとは言えない不傾向もちょっとあるようですしあの最初のエピソードだけが面白いっていう意見はあの本当にあの1人だけじゃなくていろんな方からも聞くんですけど、えーとまあ、僕がどう思ってるかはぜひですねあのもう ポッドキャスト公式のポッドキャストがージちゃってます、まあ、ほらその辺にあるじゃん <laughs> その辺に転がってんじゃん、うんえー、でぜひ聞いていただきたいんだけどあの僕はすごく高く評価してますやっぱり、えー、とデレクなんだっけ・なシジャン・フランスさんなんだけどこれが事前側に来たのもこれもクロちゃんのせいです要するにデハーンもの <laughs>、えー、デイン・デハーンさんという,、ねえー、もう多分次世代の本当にナンバーワンスターになるでしょう、えー、アメージングスパーダン2で、えー、とグリーン・ゴブリンっていうかグリリーンンゴブリンの息子の役をあのやるあの、えー、とデイン・デハーンさん が、まあ、クロニクルにも出てるわけでしかも非常に似た役柄なわけで、えー、で、まあ、やっぱそのクロちゃんのですね、えー、POV ハウンドフットデッジものの、まあね、新しい使い方でありこう非常に、あのー、秀逸な部分っていうのでやっぱどうしてもクロニクルは入れたかったので、えー、ちょっとプレちゃんは。 ね、くれちゃんみたいなんですけど、くレちゃんはちょっとどう言ってみたいな感じになってしまいました、ちなみに辞典の辞典典 <laughs> 典の辞典は、馬車馬さんとビッグマウスですね、はい、吉田圭佑監督は、でもこれから、あのーねあのー、新作もどんどん出ますし、あのー、私がどれだけ評価しているかっていうのは、あのー、実際の、だから実際のさ、みんなあの評論、本当聞いてほしいのよ、この順位だけ見て、その歌丸が。 でなんか押してるからってそ僕がどう押したかっていうことをねちゃんとね見てほしいんですよねということでね、うん、そうすればね映画に10位なんかつけるべきじゃないっていうこ <laughs> と本当にわ分かっていただけるんじゃないかと思います。<laughs> はいで、実際の10位から、えー、と4位までなんですけどで、ちょっと駆け足になってしまいますけど、まあ、パシビックリムはこれこそ、あのー、いや、俺だってパシちゃんは結構親しいつもりだけど、でも親友って言い張るやつは他にもいっぱいいるじゃんっていう。<laughs> そういういことにつきますよだからその僕はもう200億引く50点だっけそ,そういう評価なんだからその点数からい,いや、それはだってね僕だ,僕だって独り占めしたいさ <laughs> でも、ほらリムちゃんはもう1人のもんじゃないっていう感じがあるからさだから別にただあの、やっぱりこの年パシフィック・リムがあったということを自分の中にですねあの刻みつけたいというかです、ね、後年振り返ってもやっぱり、えー、という意味でベスト10の中のどっかには絶対に入れたかったということでパシフィックリム・まあまあ10位になってますけど君も1位です、1位。はい <laughs> えーっと9位の始まりの道、えー、っと原敬一さんのです、ねまあ、アニメ監督としてもう、ねえー、非常に優れた作品も残されておりますが、えー、実写作品 えー、第一作ということで、要するに、あのー、ま,まずその映画館に行ったときこれも蓮田表の中で言いましたけどもうあまりにも若い観客が来てなさすぎると、えー、原圭一が映画館を撮るというときに映画ファンは一体何をしておるのかという憤りも、えーま、引き続き感じておりますしあと、私自身がこの始まりの道を通して木下圭介監督作品というものに目を開かされたということもあります。もももちろん作品そのもの,の単体とししても素晴らしいのも要は あのパシフィックリム、ねお日本のお家芸がそのお金をかけてやられちゃったと、で今の日本ではそれできないっていうけど、いや、ミニマムなね、今の日本の映画界とか、日本の映画界のその遺産みたいなものでもいいですし、日本映画界が持っているものでも、これだけミニマムなものでも、こんな一種それこそスペクタクルというか、大きな物語を語ることができるじゃないかっていう意味で、僕はその意味で、パシリムより始まりの道を上に置かせていただいたということなんですよ。でございますえ 8じゃないえっ、ー、と7位か101988 10位アフターショーク <laughs> これはもうこれはもう好き,だ好きなんだ文句あるかっていう <laughs>、えー、ことですね、あのー、どう好きかは私のただ,、あのー、ただやぶなんていうかな闇雲に認識って言ってるわけじゃないっていうのも、えー、表の中から感じ取っていただければ、えー、ありがたいあたりではないかと思いますえー、っとクロニクルが何位、えー、クロニクル7位 7位のクロニクル、これはま実、あ、際の,の皆さんも非常に評価高かったあたりであのこれはもう見さえすればあの誰が見ても面白い映画っていう、えー、ところもありますしあの先ほど言いましたけどやっぱりあの非常に使い古されたように一見思えたそしてその手法の何て言うんですかね限界とかデメリットみたいなものもだいぶ見えてきたいわゆる POV 手法主観映像手法もしくはファンドフッデジ手法、えー、みたいなものに えー、臨場感とか、えー、なんかこう没入感みたいなもの以外の意味を持たせたってことですね、えー、その主観映像であることそのものが、えー、主人公登場人物の心情表現にそのままなっているというあたり、えー、ちょっと頭一個抜けてるんじゃないかなというあとやっぱりその明らかにお金はそんなにかかっていない、えー、のに っていうあたりでもやっぱそのガッツ変えたいなと。あともちろん登場人物たちの実在感ですね。あいつらにまた会いたいな感。え、クロニクル7にさせていただきました。あいつらにまた会いたいという意味でやっぱり、えー、6位。これちょっと非常に上位なので意外に思われる方もいるませんかもあのらっしいるかもしれませんけど、横道おのすけ。これあの、これも表の中の僕の言ってるバランスをぜひ実際に聞いていただきたいんですが、あの、言いたいことがないわけじゃない。い言いたいことはある映画なんですよ。結構僕は。ただ、 やっぱね見終わってた時間が経てば経つほど例えばある場面を思い出してじわっと来ちゃったりですね例えば、あのー、吉高さんがですね吉高ゆり子さん演じるお嬢様と初めてこうデートした時の、まあ、ハンバーグ食べるあるしぐさを、えー、終盤でもう1回同じような感じでハンバーグを頬張るその同じしぐさでハンバーグを頬張るだけでじわーってこう来るとかですね。 あのー、横道のちなみに横道洋之助表は僕今年自分でやった表の,の中で自分が結構一番好きな表の一つで、あのー、要するにこの作品というのはあの単にそのなんか、えー、なんていうかな,的な懐かしさ下なものを、ね、扱った作品とは実は隠せあの隠一線を隠しているどころか、えー、正反対だとそうじゃなくて、あのー、もっと普遍的な。 人が懐かしさを感じるメカニズムというか、懐かしさって何なんだっていう本質に迫るようなえものなんじゃないかということを、僕はあの自分的には、あこれはいいこと言ったなというね、歌丸いいこと言ったっていうね、表なんじゃないかと思うわけでございます、だから僕の票を聞いて横道見れば、もっと好きになる人も増えるんじゃないかなって、ちょっと勝手に自負しているぐらいなんですけどね、本当に素敵な映画でした、僕、多分、年一では見直し続けると思いますね。そして5位がライイフオブパイ あのライフ・オブ・パイに関してはあのー、見た人と見てない人の多分、印象の差が激しく違うと思うんですよね、未だにやっぱりなんていうんですかね、まあ、CG はね、すごくて、なんか絵が綺麗なだけだけど、なんかあの話納得できんのみたいな、そこなんですっていう、そこなんですっていう話なわけです、これ、見た人にしか話せない、ただ、この表の中でも言いましたけど、 ただ同時に何も知らない子どもたちが見ても十分楽しめるというね難しい映画じゃございませんとことも立派ですとにかく立派素晴らしい映画だなという,うに思います、あのー。この表の中で言い忘れてましたけどオープニングで動物園、ねえー、主人公が元いた動物園がしかもこう水辺に映った状態で映る動物園っていうのは要するに仮想に作られた。 えー、その世界ですよねそこがもうすでに物語全体のこう何かも暗示してるかなっていうのはう表の中でこう言い忘れたあたりでございますはい、えー「ライフ・オー・パイ」まあこれはもう文句なし僕はあのアカデミー賞、ね、作品賞を挙げるならこっちだったんで同じ物語論だったらアルゴよりこっちじゃないかなって気がしますけどねはい、えー、そして、A、4位が「そして父になる」えー、もう全然これもうベストワン級です正直あの全然ベストワン級でいい何しろそして父になるが俺偉いなと思うのは 面白いんんだもん <laughs> あの映画見てる間中ちゃんとエンターテイメントとしてまず面白いと、えー、いうことですね非常に物語の推進力も強いですし。 それと、これ、江田監督の、まあ、ドキュメンタリックというか、もう本当にそこに人が、えー、生きて実在するとしか思えないその演出法、特に子供たちですねとか、えー、あとやっぱり誰もがあっと驚くというか、納得せざるを得ない福山雅治さんという人の使い方、えーね、あの POV、えー、ファウンドフッテージ手法の新しい使い方を見つけたのがクロニクルなら、えー、福山雅治の新しい使い方、いやいや新しくより正しい使い方を見つけたのが、えー、そして、父になるという、まあ当て書きだから当然ちゃ当然なんだけど、えー、まあ、これは。 であることはね多少、こう文句ねつける人がいるにしてももう,こう、うん、そこはいろんな余地がないあたりなんじゃないでしょうかね。はい、えー、あとこれからさか,さかのって、まあ、昨年の作品ですけど是枝監督、奇跡というね、これセットで見たらもうあのこの間も瀬野んさんが奇跡ね初めて見ても目がもげるかと思ったっていうね <laughs> あのクライマックスで泣かない日本人はいないって <laughs> 言ってましたけどね、まあ、まああそんぐらいあの是、ー、枝さん、恐るべしを改めて思い知らされたそして、父、なるが第4位でございました。さあとということでね あの私が高評価の作品で、えー、今まで名前が出てない作品どの辺りがあったかなというね、えー、なんだけど必ずしもここから先の要するに3位に1位に入ってなくても私あの非常に好きな作品本当にベスト10級の作品他にも全然ございましてその辺りを部門別ベスト。 えー、ゴールデンタマベジショーの方で拾っていきたいと思いますむしろそっちで拾ってあげる方がその映画にとってはいいんじゃないかという、えー、作品をい,いろいろ選んでありますので、えー、そちらの後ほど、えー、お話し,したいと思っております、えー、ということでトップ3を発表する前にここで一旦 CM です <laughs> こんな企画は遊びだから <laughs> 時刻は <laughs> 11時20分になろうかというところです TBS ラジオ「ライムスターたまる!」のウィーケンのシャッフル今夜は「ライムスターたまる!」のシネマランキング2013今夜決定ベスト 10& ワースト1大発表をじくじたる思いとともいやそんなことはないんだけどさ楽しいんだけど楽しいんだけど、はいえー、でもやっぱりね、あのー、上下なんか本当はつけたくないという気持ちを込めながらお送りしておりますさあここで一旦順位発表はお休みいたしましてただば10位から4位まで発表しましたけど、えー、ランキングをつけていくだけではどうしてもすくいきれない一、えー、点突破的な魅力 えのある作品でもこれも十分ねやっぱりあの映画の魅力ですからね、えー、をゴールデンタマデミー賞として独自の部門ごとに発表しその栄養をたたいていきたいと思います、えー、とこの番組始まって初年度の勝手にやってたゴールデンタマデミー賞はもう部門別だけであのうんこちんちん賞 ボラッもうその年だけです、うんこちんちん賞、ボラットと,とかねあの、ベストコメディー賞っていうんで、あえて、そうだかじひ監督のドキュメンタリー、選挙を選んだこのこのあえて感でやってたんですけど、今年は割とね、あのストレートにベスト部門、ちょっといくつか選んでいましたので、えー、まずはこちらの部門から、えー、ベストサントラ部門、ベストサントラ部門、えー、サントラがこれ良かったなーっていうのを一個挙げるとすれば、そしてこれ、こういう形で、ね、何とかして拾いたいのかなと思った、これもベスト10級、ベスト1級の作品です、シュガーマン、奇跡に愛された男。 あここでシュガーマンじゃなくて、アイ・ワンダーなとこがいいね、これシュガーマン、奇跡に愛された男、えーまあ、アカデミー賞も取ったねドキュメンタリー作品ですけど、あのこれも表年の中でいろいろ言いましたけど、実際に、要するにあのなんていうかな使える素材っていう意味ではドキュメンタリーとしてあんまりあのなんていうか恵まれた素材がいっぱいある作品じゃないんだけど、むしろそれが、えー、シュガーマンというです、ね、過去にこんなことが、えー、あって、そしてこの男は実在するっていうその、えー、なんていうか巨大な空白としてのシュガーマン、えー、ロドリゲスという存在をむしろこう際立たせて、そして今 このねア、えー、イワンダーがライブで歌われるその瞬間この一点に向けて、えー、集約されていくなんていうかこう本当によくできた感動的な作品でしたね僕のあの音楽業界周りだとあの後からこれビデオで見てもうみんな夢中になってるベストワンベストワンって言ってる人むちゃくちゃ多いですねシュガーマン、まあ、それも納得のあれじゃないでしょうかで実際このサントラシュガーマンのサントラはあの今年一番 普通に他のものとも並べても普通に一番効いたアルバムの一枚ですねあのロドリゲスは要するにアメリカでは全く売れず南アフリカで要するにこう非常に国民的アーティストになっていたっていう人ですけど売れなかった。 っていうのはあくまでルックスとかそういう時代の問題であってあのやっぱりの大評価されたらもう分かるぐらいめちゃくちゃいいんですよアルバムとしてすあのなのでぜひちょっとあのシュガーマン映画見た人サントラも、えー、チェックしていただけるとということでございます、えー、ベストラサントラ部門ということでちょっとピックアップしたのは、えー、シュガーマン奇跡に愛された男でございました、えー、続いてはこんな部分を設定してみましたベストガイ、まあ、要するにそのベストな男ですよねベストなあいつですよねベストな野郎ですよね えー、今年いろんなね映画でベストな野郎出てきましたよそれこそうあのジャンゴの中で出てきたねあの怪談人ドクターシュルツあれもベストな野郎でしたよねでも俺たちの心に刻まれたね要するに世間的にはあいつのことどう言われてるか知らないけど俺たちの心には刻まれたベストな野郎ベストガイあいつがいるじゃないですかベストガイ部門私こちらを選ばせていただきましたジャック・リーチャー <laughs> アウトローよりっていうね <laughs>、えー、トム・クルーズが演じた、えー、ジャック・リーチャー、まあ、現代がジャック・リーチャーというタイトルなんですけど。はいえー、ということで、これ要するにあの映画「アウトロー」えー、現代ジャック・リーチャー、あのー、なんか不評だなんて声も聞きましたけど、ねあのー、実際に僕、この表で扱ってみたら、まあ僕、アウトロー大好き、もうだからこれもベストで、それこそいろいろお前言われてたけど、お前いじめられたけど、来いよ、輪の中に来いよ。 教室にちゃんと、ね、手引っ張ってベスト10の中に入れてあげたい子だったんだけどただねやっぱジャック・リーチャーはそんな手引っ張られてベスト10に入れてもらうということをよしとしない男だと思うね <laughs> 俺はいいよっていう俺はここでいいよっていうでそ,んなそんなお前に俺はベストガイえちなみに、えー、とトム・クルーズにベスト外相をあげるというこの味わい深さ <laughs> トップガンではなくベストガイっていうね、これあの、小田裕二さんのね、あのトップガン風のやつありましたよね。ベストガイっていう。そういう意味でも、まあ、トム・クルーズあの。ジャック・リーチャーとにかく、どうしても入れたかったんで、ベストトム・クルーズ賞っていうのを考えたんですけど、<laughs> まあ、でもベストガイかなっていう感じでございました。アウトローあの、見直しましたけど、ついこの間も。やっぱよかったよ。まあ、あの、その、クリストファー・マッカリーさんっていう方が、明らかにこのアウトロー、まあ、表のちょっと繰り返しになりますけど、あの、現代風のやたらと情報とか見せ場とか、えー、を詰め込む、 アクション、えー、エンターテインメントの作りみたいのに対するある意味アウトローはあのアンチというかカウ,カウンターなんですねつまり、えー、トム・クルーズのシリーズではえばミッションインポッシブルに対するカウンターとしてのジャック・リーチャーシリーズとして完全にそれを意識してつまり具体的には70年代アクション風に作ってるわけですよあのだってさ、えー、ほら何とかデ・シャネルのさあのカメラあんな色っぽいまずもうあの夜撮影ベストですよベスト夜撮影ですよねアウトロー、えー、あとあの痛そうな格闘であるとかね あとあの全体にわたって,の,なんていうの半笑い感、<laughs> <laughs> えオフビート感とかも含めてですねアウトローはあのめちゃくちゃ好きになるともう本当に好きになっちゃうイ、イユ優さん、この間お会いしたとあのアウトロー、俺好きなんですよねって、アウトロー好きな人とはやっぱいくらでも語り明かしたいですね。はいということでベストガイ、ベストな野郎、ジャック・リーチを挙げさせていただきました、野郎を上げたということはこの部分も入れなきゃいけないですよね、ベストガール、ベストな女ですよ、いろんな女いましたよね、ベストな女ね。 <laughs> うん、ベストな女、いろいろいたけど、やっぱり馬淵さんとかもいたけど、ベストな女っつったら、あいつしかいないっしょ、ベストガールはこの人、坂井珠子 <laughs> はい、えー、っと、リスナー投票部門でまさかの2位になりました、えー、山下信弘監督、モラトリアム珠子より、えー、もあ前田夏子さんが演じる、酒井珠子さん、た、えー、子ね。 まあ先週やったばっかりですけど、まあ、ベストガール、俺たちのベストガールって言ったら、やっぱたまこしかいないっしょ、正直ね、やっぱそのさっき,さっきの,あのメールね、ね読んだメールにもありますけど、やっぱたまこにちょいちょいたまこシリーズ化してほしいよね、別にこれで終わりと言わず、たまこにはそう簡単に成長せず、<laughs> もう延々こたつであのみかん重ねててほしいっていうね、ばーってね、こうやっていてい、トイレーっていうね、<laughs> やってってほしいっていうね、はい、えー、俺たちにとってベストガールは井、いたまこであると、まあ、実際にそばにいると大変だと思いますけど、えー。 ちなみにベストカップルは酒井珠子とあの中学生かなと思いますけどね。うーんというところもあって、まあ、いや僕自身やっぱり「そのモラトリアムたまこ」は、えー、ベスト10にちょっとそのこのこ並び的に入れられなかったけどベスト9にやっぱり好きな作品になってしまいましたねだから正直リスナーその2位で笑っちゃったけど「モラトリアムた子2位かよって思ったけどこれ山下監督も吹き出したと思うけど <laughs> でも。 やっぱうん、うん、でもそれも納得ながら僕はあの素晴らしい作品だというふうふに思いますし、えーまあ、前田敦子さんという、えー、女優のうまさっていうんじゃないんだよねその前田敦子さんという人の生かし方としてあだから前田敦子の新し,い新しくより正しい使い方ですよねさっきの、えー、いろんなねあれで言うならとい、あのー、て意味でも非常に突出してたんじゃないでしょうか、はいえー、ということで「ベストガール」「俺たちのベストガール」は酒井玉子でございました、えー、続いてこんな部分を用意してみました 最低だ、最高だ、最低だ、最高だ、最低だ、最高だ、悪役部門は、えー、清丸邦秀、えー。これは、えー、三池隆監督の「わらのたて」で藤原竜也さんが演じた、まああのーまあ、少女レイプファンというね最低なやつですね、えー、最低セリフシリーズもあれですね、だっておばさん臭いんだもんっていうね、<laughs> もあるし、僕ね、あの一個あ、最高セリフとはちょっと違うんだけど、僕が今年一番グッときたセリフはこの清丸が言う。 すすげえですこれ原作小説にはないこの「すげえ」が加わったことで僕は「藁のたて」という作品のテーマ性が要するに一番こう際立ったというか僕がすごく刺さったところなんですね。 僕はあのわらの盾という映画がすごい好きな映画になってしまったということもあってわらの盾はどうしてもちょっと入れたかったあのいろいろ悪く言われることが多い映画なので、あのー、支持する意味ではこの清丸のにすげえと言わせてこの一点、えー、この一点持ってもな何がす,げでがすごいのかはちょっとあの私の表を実際に聞いていただきたいところでございます、えー、こ,んなこんな表どんどんいきましょう部門ねベストクライマックス部門クライマックスって大体ベストなもんなんですけどベストその中でもベストなクライマックスローンレンジャー はい。もうこれはあの、列車アクションというですね。まあ、映画の歴史の根源にあるようなもの、えー、の中でその列車アクション、えー、特に2台列車を走らせて、並行して走らせてできること、すべてを11分の間にやりましたという、えー、まあ、アイディアと、そしてその実際にその線路を引くというその弾力、えー、とかも含めて、あと、あれですね、ウィリアム・テール助曲のイントロがもう一回かかると、この、しつけー感 <laughs> とかも含めてもう超最高なベストクライマックスでございました、えー、ローンレンジャーなんか見ないでバカにしてる人いるとしたらこのクライマックス舐めずに見ていただきたいと思いますクライマックスならこ,この部分はどうでしょうかベストエンディングえー、ねエンディングって大体ベストなもんだと思うんですけどねその中でも特にベストなエンディングはこちら嘆きのピエタ ま、これもあの、最高だ、最低だ、最高だ、最低だっていう、えベストエンディングでございますけどね、えどう最高で最低なのか、それはぜひ、嘆きのピエタ、実際に見ていただきたいと思います。最後に、えこの、えシネマランキング的、流行語大賞これをお送りしたいですね。流行語大賞、いろんなもの入りましたよね。少なくとも、今ではないとか、いろいろありましたけどね。しかし、やっぱり、流行語大賞といったら、これしかないでしょう。えこちらぶっ込む はい、えー、映画「凶悪」でね、えー、もうピエール・キさんが連発するじゃあぶっこんじゃおうか <laughs>、ね、じゃあぶっこんじゃおうお前ぶっこんじゃうぞぶっ込むこれがまあ明らかに今年のシミランキング的な流行語大賞だったんじゃないでしょうかあの時のね ムムービーーービビッチだっってんね <laughs> 誰が映画をぶっ込むのか <laughs> 毎週新作映画がぶっ込まれているこれはもう流行語としか言いようがないですよねはいえー、といったあたりで私が勝手に選んだ部門別ゴールデン玉メ D ショをお送りしました他の賞もいろいろ挙げたいですけどね皆さんこんな感じの遊びね、えー、どんどんやってみたらいかがでしょうか、えー、ということで私の残りトップ3を発表する前に1曲挟みましてゲスト放送作家高橋陽じさんのベスト10を伺います